高橋ラボラトリーウビス、皆さんこんにちは、高橋です。さあ今回はですね、こちらをご紹介していきましょう。じゃじゃんと、はい、ガシャポンでございます。最新のガシャポンアイテム、モビルスーツアンサンブル 18.5 弾でございますね。 18.5 という、まあ、モビルスーツアンサンブルっていうのがもう結構ね長く続いている、まあ、ガンダム系の、まあ、ガシャポンの一つでして、まあ、あの組み立てのフィギュアみたいになってます。まあ、ちょっとこう遠目で見るとかプラモデルみたいなランナーがついていて、まあ、これガシャシャシと組み立てていくと、まあ、SD よりちょっと投資のでかいね、まあ、あのフル稼働のフィギュアが作れるということで、まあ、1回500円なんですよ。で500円で結構ねガシガシ動かせるフィギュアが手に入るというところで、まあ、個人的に結構お気に入りのフィギュアだったりします。で、まあ、今回のこの18.5 弾っていうのが、まあ、このモビルスーツアンサンブル、まあ、シリーズも結構続いていて、まあ、もう20弾以上ね続いてるんですよ。で、まあ、18弾っていうのは過去に収録された弾なんですが、それの .5 というところで、その 18.5 弾のいわゆるカラーバリエーションを中心に収録されたアイテムになります。形は一緒なんだけどカラーリングが若干違うよというアイテムなんですよね。で、今回のアイテムはね、ちょっと一回この中もね、この紙を見ながら見ていきましょう。開封パカーンという形で、はい、一応これまずねこの中身からですね。はい、この表紙にはですね、はい、こちらプロトタイプガンダムがまあ看板機体になっていて、ラインナップはね結構コアなんだよね。プロトタイプガンダム、シルバーバレットサプレッサー、ザクウォーリアのディアッカ機、そしてザクウォーリアのライブ機、そしてギガンで、あと武器セットって形になっています。はい、超マニアックというか、アニメーションでできた主人公機とかが全くいないという、結構ねキワキワのラインナップなんだよね、この18弾ってすごいよね。はい、まあ、ガンダムタイプでもプロタイプとかねいるけどさ、まあプロトタイプだから、まあ、劇中に登場してこない MSB の機体ですからね。でしかもシルバーバレットサプレッサーなんてさ、ナラティブのさ一瞬しか出てこないしさ、まだこのモビルスーツアンサンブルではさ、そもそもあのガンダムナラティブの機体出てないっていうね。はい、まだねこのサプレッサーしかいないんですよね。でザクオーリア、ザクオーリアという形、あとギガンですよ、ギガン。はい、すんごいラインナップだよね。はい、でまあ、今回、まあ、これいろいろねこうフルコンプしたいので回してきたわけなんですけど、まずねここに出ているのが、まあ、プロトタイプガンダムのガシャポンという形になっています。はい、白いカプセルでして、まあこっからですね、まあ、フルコンプするまで回していったわけですよ。じゃあ結果を見ていきましょう。はい、どんどん出していくよ。はい、じゃん、はい、じゃん、はい、まだまだ、じゃんじゃんじゃん、そしてまだ、はい、じゃんじゃんじゃんと、はい、これ分かりますかね。はい、全部で6種なんですが、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 でフルコンプとなりました。いやー大爆死でございます。いやー大変だったね。いやー変な世界だよ、本当に出なくさすぎて。で、最後まで出なかったのがね、この黄色いカプセル、これねギガンです。はい、ギガン、はい、まあ、この機体ですね。はい、でモビルスーツアンサンブルって結構あるあるなのが、まあ、武器セットとかね、まあ、こういう小型の機体の方がアソート数が多いような、まあ、体感ですけどね、感じがして、まあ、結構やっぱこのコストのかかっているモビルスーツ本体っていうのが逆に出にくいのかなっていう印象だったんですけど、まさかのギガンがひたすら出ないというね、まさかの事態でした。はい、その過程でさ、ガンダムはさ3つあるしさ、まあ、武器セットは4個あるし、まあ、ザクオリアは2個ずつで、で、まあ、これもシルバーバレットサプレッサーは1個という形で、まあ、まあ、当たり方に関してはバランスはいいはいいような気もするんだけど、いやー、強烈だったね、今回は。まさかね、一番ちょっと欲しかった。まあ、これだったらさ、まあ、量産機だしさ、ちょっとダブってもいいかなと思ってたぐらいのね、ギガン結構お気に入りだったんで、いや、それがまさかの最後の最後まで出なくて、で、これね、まあ、Twitter とか、X で見てた方はご存知かもしれないんですけど、僕、福岡で旅行行ったんですよ、この間まで。で、旅行行ってて、で、見かけたところに、あ、そういえば今週発売日じゃんと思って、そう、ガンダムサイド F のね、ゲーセンで回してたわけなんですよ。で、回してさ、いや、回す出なくてさ、その時にもうさ、財布の中全部空っぽにして回してさ、結果的にさ、揃わなかったんだよね。そう、6000円分回したんですけど、いや、出なくてさ、いやー、マジでと思って、ギガンだけね。で、その後ね、別のお店行った時にまた見かけて、いや、泣きの一回って言って回したら、出てきてさ、まあ、なんとかさ、まあ、本当に、ね、崖っぷちで、まあ、全部揃ったから良かったんだけど、やっぱガチャガチャって怖いね、本当に。はい、というわけで、まあ、今回はこちらをレビューしていくわけですが、まあ、結構今回全部で6種という形でアイテムが多いので、前後編に分けて今回はこのプロトタイプガンダムと、当てるのに苦労したこのギガン、はい、この2アイテムをご紹介していきたいなと思います。宝箱、
さあ、じゃあ中身を見ていきましょう。じゃあまずプロトタイプガンダムなんですけど、モビルスーツアンサンブル、はい、こんな感じで半完成品みたいな形でこう袋詰めされていて、でアンサンブル共通のこのフレーム、これを組み立ててそれぞれ差し込んでいくと、まあ、一体のモビルスーツが完成するような形になります。では早速ね、こちらを作ってみてみたいと思います。はい、というわけで完成したのがこちらです。じゃじゃん、うわ、かっけ、かっこいいっすね。はい、こちらがプロトタイプガンダムというところで、まあ、このアイテム自体は過去に18弾に収録されていたものもプロトタイプガンダムなんですけど、カラーリングが変更されました。まあ、できればね、比較用のものを持ってこれればよかったんですけど、今日持ってないんで、はい、あのカラーリングが今これシルバー、はい、になってると思うんですけど、こちらがですね、元々のプロトタイプに関してはホワイトになっていました。はい、それが今回シルバーカラーに変更されているので、なんかメカメカしくしてすごくね、なんか豪華な感じになってますよね。で、シルバーの塗装めっちゃ綺麗ですね。はい、ちょっとギラ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 と輝いてる感じがたまらんです。はい、まあ、この違いっていうのは結構大きくて、まあ、元々のそのホワイトの成型色のプロトタイプガンダムって要はその成型色のまんまで、まあ、こう立体化されてるような形なんですけど、まあ、シルバーに関してはね、成型でなく、おそらくこれは塗装で再現されているので、まあ、よりね、このね、重厚感が増してるんじゃないかなと思います。いや、これかっこいいね。地味にちょっと嬉しいのがさ、このへの字のスリットとかもちゃんとね、色分け細かく作られているからかっこいいっすね。あ、良きですね、これは。はい、めちゃくちゃかっこいいです。で、あとはね、このプロトタイプガンダムの特徴的なね、この腕の形状や足の形状、そしてビームライフルの形などは、まあ、前に収録されていた RX78-2 だったり G3 とかのね、ガンダムとは異なる形になってます。今回ちょっとね、 MSV コンビということで G3 を用意しましたけど、あー、いいね、この2機で並ばせるのめちゃくちゃいいですね。こうやってさ、あ、ええー、ですな。 MSV コンビで並べるのたまらんですよ。はい、まあ、こういった形でね、最近やっぱモビルスーツアンサンブル自体も、まあ、立体物がすごくね、まあ、増えているので、まあ、こういうね、ディスプレイ遊びができるのもかなり魅力的ですよね。はい、そしてですね、まあ、この G3 ガンダム、やっぱりね、このアンサンブルならではの可動域ですね。はい、首のスイングであったり、あとは腕の可動、ちょっとこう引き上げたり、あとビームライフルを構えて腰を回す、そしてビームライフルと目線の位置を合わせてこうビームライフルを構えるみたいなこともできちゃいます。ちょっとせっかくシールドを構えて、で、脚部をね、まあ、めちゃめちゃ動くわけではないんだけど、まあ、多少はね、こう動かすことができるので、はい、こんな感じでね、こう空中戦でビームライフルをビュー、バビューンとね、はい、あの、こう簡単なアクションを楽しむこともできちゃいます。まあ、これがね、まあ、まあ、もちろんね、ガチャガチャなんで、必ずその、モビルスーツが当たるとは限らないんだけど、まあ、この500円で遊べるっていうのがすごくね、コストパフォーマンスがいいですよね。まあ、最近は物価高だったりね、あとはまあ、やっぱりフィギュアとか、いろんなこの立体物のね、価格が上がってる中で、まあ、500円でここまで遊べるね、アイテムがあるっていうのは、すごく魅力的だと思いますね。モビルスーツアンサンブルの特徴として、まあ、各所にね、3ミリのジョイントが、こう、穴が開いているような形状になっています。で、例えばこのシールドのね、裏側はね、こう3ミリの凸になっているので、まあ、さっきね、腕につけていましたが、これをね、背中にこうやってマウントすることも可能になっています。はい。まあ、こうやってね、こう、シールドをね、好きな位置にこう、付け替えて、まあ、遊ぶみたいな形で、自分の思う位置でね、こう、カスタマイズできるっていうのもすごく楽しいですよね。で、あとですね、まあ、このモビルスーツアンサンブル、まあ、あるあるなんですけど、まあ、この本体で基本的には大体遊べるんですけど、さっきの武器セットですね。はい、じゃーんと。はい、まあ、このモビルスーツって並んでるところの最後の方にね、MS 武器セットっていうのが入ってるんですよね。で、これ基本的には、今度紹介するこのザクウォーリアーとかについている、まあ、ウィザードだったり、ザクファントム用のパーツが主なんですけど、ここにね、ちょこっとなんかついてるんですよね、これ。この棒みたいなやつ。はい。それがですね、このプロトタイプガンダム用の、はい、こちら。ビームジャベリンですね。はい、こちらが付属しています。はい、これ2つともね、ゲットすれば、このビームジャベリンもさらに持たせて遊ぶことができちゃいます。持たしちゃいましょう。はい、こんな感じです。じゃじゃーんと。はい。まあ、こういう形でですね、まあ、このビームライフル以外の武装遊びもできるっていうのもアンサンブルの魅力です。ちなみに、このビームジャベリンに関しては、この先端部ですね、ここを取り外すことができるので、まあ、これで腕にこう差し込んであげて、はい、こうグググッと入れ込んであげれば、先っちょで持つだけじゃなくて、こうね、真ん中で持たせることもできちゃいます。まあ、こうしてあげればね、両手持ちもうまくやればできるんじゃないでしょうかね。というわけでやってみました。両手持ちみたいな感じで。はい。結構かっこいいポージング取れますね。
はい。まあ、ただ、まあ、この、両手で持たせると、この軸にぴったり合わせないとね、いけないので、まあ、ちょっと可動とか、まあ、アクションの幅は限られてしまうんですが、まあ、過去に収録されていたアンサンブルの平手とかと組み合わせてあげれば、より自然な形でね、このビームジャベリンを両手で持たせることはできるんじゃないかなと思いました。せっかくなんで、もう一遊び。はい。過去にね、収録されたこちら。じゃじゃーん。はい。まあ、ガンダム、これ第1弾のウイルスアンサンブルのアイテムなんですけど、ガンダムの他にね、G ファイターが付いてたんですよね。で、これをさ、これに取り付けられるかすごい試したかったんで、ちょっと遊んでみたいなと思います。はい。こんな感じで、プロタイプガンダム、足を外した状態で、こちら、はい、B パーツが付けられるか、検証。ガチャン。お、ぴったりじゃないですか。いいね。めちゃくちゃかっこいいじゃん。はい。まあ、こんな感じで。まあ、ガンダム、まあ、劇中ではそんなに出てこないような形態だけど、まあ、オリジナル遊びでね、こう合体ギミックとかも楽しめることができました。まあ、アンサンブルはね、やっぱこの3ミリジョイントが多かったりとか、あとフレームが共通だったりするから、こういうオリジナルのカスタマイズ遊びができるってのはすごく楽しいですよね。はい。まあ、いっぱい集めて、まあ、自分だけのオリジナルアンサンブルみたいなのもね、すごいありなんじゃないかと思うので、まあ、このいいですよね。まあ、集める楽しさがあります。宝物。さあ、続いてはこちら。じゃじゃーんと、はい、ギガンですね。はい、ギガンの、まあ、カラバリモデル。まあ、サンドカラーみたいな形になっているギガンになっています。いやー、これを当てるのにすげー苦労したというか、これがなぜこんな出なかったのか不思議でしょうがないんですけど、はい、まあ、これ当てるのにさっき見せた通り、まあ、5000以上使ってしまったわけなんですけど、やっぱりかっけーわ、このギガン。前のね、段もね、これちゃんとゲットしてたんですよ、こちら。はい。まあ、これが18段のギガンで、今回の 18.5 段のギガンってところなんですけど、まあ、見てわかる通り、まあ、すごいちっちゃいんですよ、サイズ感としては。まあ、さっきのね、プロトタイプガンダムと比べるとこんな感じで、まあ、サイズとしてはほんと半分ぐらいの大きさになるんです。ただ、まあ、これはすごいね。ほんと精密なパーツ構成になってるんで、すごく見応えがあります。まあ、まずね、ギガンの立体っていうこと自体がすごく珍しいんで、はい、まあ、それだけでワクワクしたんですけど、もうほんとね、この砲台のね、こうディテールとかもすごく細かく作られてるし、後ろのこの色分けであったりとか、動力パイプもちゃんと別パーツでさ、しっかりと作られてるわけよ。極めつけはこれモノワイクリアだしね。とんでもない組み立て構造になってます。あとね、面白いところが、このタイヤがですね、この中央のところを外すとですね、よいしょ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 。はい。こんな感じでですね、見えないところもね、しっかりディテールを分けつけられてて、いや、すごすぎるだろっていう。はい。なんかですね、この開発担当者に、まあ、ギガン大好きな人が絶対いるんだろうと思ってしまうぐらい、圧倒的に造形がしっかりしているアイテムになります。これはもうガシャポンのアイテムとは思えないクオリティですよね。はい。まあ、そんなコーナーでこれを当てるのにすっげー苦労してしまったわけなんですけど、いや、ゲットできてよかったね。はい、ちなみに可動域に関しては、まあさっきの G3 と比べると控えめではあるんですけど、まあちゃんと腕が可動したりとか、あとは、このね、腕のところはボールジョイントになるので、ちょっとこう斜めに動かすこともできちゃいます。はい、こっちも同じような感じですね。はい。で、あとはこの砲台がちゃんと回転します。まあ、残念ながら、モノワイはね、固定なので、ちょっとこうね、向きを変えてるような形でポージするのはちょっと難しいんですけど、まあ、こういう形で結構意外と躍動感を取れるポーズが取れたりとか、あと、この脚部はね、アンサンブル共通のボールジョイントを採用しているので、こういう形で、このタイヤの位置を少し変えることもできちゃいます。はい、こうすることで、こう、ぐーんと動いてるような形で、こう、ガトリングをぶっ放してるみたいな遊びもできちゃうというところで、まあ、結構ね、遊び応えもあっていいですよね。せっかくなんで、ちょっとね、ザメルとかもね、加えて、この砲撃部隊アンサンブルって並べてみましたが、ええなぁ、めちゃくちゃいいですね。まあ、やっぱりこの、今回ね、このカラーリングがデザートカラーになったんで、ちょっとこの、ね、ザメルとこう一緒に並べるとすごく雰囲気あってかっこいいですね。なんか本当支援部隊みたいな感じで。はい。もうなんかもう本当にこれ当てるの苦労しちゃったけど、もう一体並べてね、なんかザメル小隊みたいなのもね、作ってみても面白いかもしれませんね。はい。まあ、アンサンブルね、個人的にすげえいいなと思うのは、これ1個500円っていう、まあ単価がね、比較的、まあガンプラとかと比べて安く手に入るから、まあこうやってね、稼働も楽しめて、こう、小隊遊びみたいな、こうね、量産機をブワーッと並べて飾るっていうのもすごく面白いので、いや、本当にこれギガもう何個か欲しかったんですけど、まあ今回はまあかなり大苦戦してしまいましたけど、まあたくさん集めるのもすごく楽しいですよね。宝物。はい、というわけで今回はモビルスのアンサンブル 18.5 段のプロトタイプガンダムとこちらギガンをちょっとご紹介させていただきました。改めて並べてみると思うのが、
超マイナーだよね。本当にマニアック。こっからね、今度紹介するのがザクオーリアーとシルバーバレットサプレッサーという、本当にすごいね、今回のだ。はい。まあ、すごくね、まあ、動かしても楽しいですし、特にギガンはね、こう、造形美がすごい効率高いし、まあ、このプロタイプガンダムはこの塗装面ですね、すごい重厚感があって、めちゃめちゃ出来がいいので、まあ、これはすごく集める価値はあるんじゃないかなと思いました。というわけで、前半戦はここまで、近いうちにね、残りのザクオーリアとシルバーバレットもご紹介していきたいと思いますので、お楽しみ。さあ、またね、ぜひね、見てほしいので、ぜひ、チャンネル登録、そして、高評価ボタン、何卒よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。またねー。